皆さんこんにちは、パチスロ必勝ガイドの諸玄こと諸積玄積です。さあ今回も始まりました、諸玄のパチスロ華麗なる野望、この番組はですね、私諸玄がさまざまな企画に挑戦して一流ライターを目指すという番組になっておりますが、今回もですね、いろんなことを学ぶべく一流ライターの方に来ていただいております。この方です、どうぞ。お願いします。お願いします。どうも伊藤真一と申します。よろしくお願いします。さあそこそこスターでおなじみの伊藤真一さんに、はい、来ていただきました。そこそこやらせていただいております。はい、はいはい、いやいや今日はよろしく。一流を目指すってもう一流なんじゃないの。いや初めの頃からお仕事一緒にさせてもらってましたけども、はい、あの当時は、はい、こんな脅威の新人が来られたんじゃもうとっとと潰すか仲良くするしかないなって言ってましたけども、もうこうなったら仲良くするしかないですよ。今回何をやるんですかね。実はですね、前回諸玄さん実戦で大量2打ってもらったり、はい、はい、最後打ちましたね、はいはい、あの姿が実に輝いていたので、はい、今回はお二人に馴染みのないマニアック台を打ってもらおう、はい、題してマニアック台で華麗に見せろ。だってほぼ初打ちだったってことでしょ。だから前回大量2、大量2はもうそうです、ほぼ本当にほぼ初打ちで、ほぼ初打ち、ディレクターさんが輝いてたっていうぐらいですから、それはなかなかいませんよ、今のライター界で大量2で輝ける方は。じゃあそれは僕の力じゃない、大量2の力です。大量が面白いから。お前ほんと汚いな若いくせに。はい、ということで、実戦の方に参りたいと思います、はい、僕らがねどういう機種に行くのかぜひご注目ください。諸玄のパチスロ華麗なる野望。今回実戦にお邪魔したのは埼玉県所沢にあるメガガーデン所沢店さん。西武線所沢駅のすぐ近くにもかかわらず、本館スロット館合わせて遊戯台900台以上の超大型店、10スロ5スロバラエティーコーナーも充実しており、今回の企画にぴったりのお店です。アームズ触ったことあります？ある。アームズ僕ないですね。あ、本当だいぶ騒がしいよ。乳銀の乳銀らしい感じ、あのパチンコって感じですね。そうそうそう。あ、ギルティギア、これも新台じゃない。これ新しいんで僕もまだこれ触ったことないですね。ギルティギア打ったことないです。僕あのこれ打ちたいです。新台じゃないこれ。これ打ちたいです僕。あ、そうなの。タイガーマスク。え、じゃあ俺これ打ったことないから。あ、ないです。ないです、ないです。じゃあせっかくだから朝一は並んでしましょうよ。いいですかね、はい。じゃあ早速実践開始をいきたいと思います。ね、こんなふわふわしてて大丈夫なの？大丈夫です。思いっきりあの緩い感じでやっていただければ。なんかちょっと派手なエフェクトが出ましたけど、なんかあんのかな？うわ、これでベルなんだ。へえ。なんか偉い感じですけど、その形で14枚ってことは MB とかじゃないの？あー、なるほど。さすがもうそれを一発で見抜くとは、マツライター。なんかやりづれえなこれ。なんだこの5って。あー減ってる。これチャンスゾーンか。え？え、何あれ今の何、全然わかんないんですけど。それの外れが MB かな。あ、なんだなんだこれ、なんて読むんでしょうね。なんて読むんですかこれ。葛藤モード、葛藤モード、葛藤モード、葛藤モードが何なのかがよくわからない。あ、多分これが MB の電子系です、多分。はい、突然しました、葛藤モード。この葛藤モードはですね、主人公が、まあ、葛藤し続けるというモードになっております。で、特訓モードいきました。特訓モードは葛藤モードより大当たり期待度の高い前兆ステージです。リール左のタイガーのオーラ、ここに多分オーラが用意されるんでしょうね。
それが期待をさせているとのことです。すごいね、台から出てくる文字を読むだけで成立する番組とかあるの今時あらさあこれで発展ですね。オーラが青なんでおそらくこれはきついのかな。ほら鍛えるが低いミスタークエスチョン攻撃してないね。あ、これはヒットポイントみたいなものを表してるのかな。パンチは大丈夫だよ、パンチは。やばい、これさあ開きすぎだろ。さあ3連続攻撃されて、はい、残念。もうだいぶ分かってきた、一通りの流れを見たのでだいぶ分かってきたんで、とりあえずもう案内はいらない。いいな、もうだいぶ分かってきたの。俺いまだに何にも分かんないですよ。これ何を弾けばいいんですか。全然分かんない。とりあえずリプレイが熱いらしいで、チャンスゾーンに入るとリプレイの確率がアップするので、より期待度がアップするっていうことらしいんですけど、そのチャンスゾーンに入れるためにどうするかがよくわからない。これやろう。あれ、これなんか偉いのかな。いや違う、チャンス目とかじゃない。あ、あれも MB なんだ。さあ葛藤モード、先ほどの葛藤モードから、それこそ 2,30 ゲーム後にもう一回葛藤モード行きました。これね、普通のそのなんていうのセオリーといいますか、まあ、そういうのでいけばこういう前兆ステージがすぐ来るっていうのは熱いはず。それがタイガーマスクに通用するのかどうか。さあカットイン入って、わあ特訓いった。いやこれは熱いでしょう。あ、今なんか出たよ。またオーラで、おー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 おらゴリラあ、負けたこれどのタイミングで負けたのかよくわからないからお、音符だ。これはリンゴとか言ったりビックリマーク出ますよ。どういうこと。 V いきなり V が出た。おー当たった。あざす。何が当たったかよくわかんない。全然わかんないよこれ多分押しミスターダメですよ。バーバーはどういう性質なのかちょっとご説明お願いします。設定6なら178分の1設定6だと1対1ですね、ビクとバケが。なるほど。で低設定の方が出にくい、出にくいんで、キャメラみたいな。そうそうそう。あ、じゃあ若干6寄りです。今のところ俺なんか上乗せとかあるんですか。ある、共通ベルとか、はい、で上乗せするらしいですよ。共通ベル、はい、ナビなしのベルです。いまだに何を期待して打てばいいのかが全然わかんないです。さっきはなんか引いて当たったんですか。いや、いきなりなんか告知が来た。そもそも何を景気で当たるのかがわからないので、わかんない。あ、ちょっと無音だったぞ。まだ盛り上がれないですね。左リール無音だったんですけど、そうだ、これはダブルテンパー発電みたいなの。いや、これでも全然出る、ね、ダメなんですね、そういうのも。ほら、なんで音が鳴るわけ。今キュピーって言いました。うん、言った。あー、遅れた。おー、音が前兆だったんだね。なんで出てくる。ゲーム数、まあ、いや、ゲーム数かモードなのかな。
どっち、また負けだ。でも、この設定の方が負けが出るか。そうだ、2連続負けだ。多分僕の知る限りではこういうサイトセブンとかでリバティベルの6つ持った人いないですよ。ぜひとも今日打ち切っていただきたい。サイトセブンで唯一の男になりますよ。これはいや見せてくれますね。おーカットイン、おーおーおー、これはこれ、おー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 、もう一個いけいけ、あ、いかないんだ。これトラザナでしょ。そうそうそう、トラザナだよ。あ、あれ鉄アレまで滑った。チャンス目です。チャンス見りゃ分かるよ。おそらく今お茶の間の人はみんな見りゃ分かるよって言ったと思うよ。おおい、なんだよ、おびっくりした。5、あ、これ前に1回出ましたね。さっき呼んで終わっちゃったんだ。おー、いたいたいた。あいやいやいや、さっきは呼んでいきなり終わったのに1まで引っ張ったら、いや、これ復活パターンあるんじゃない。なんかある、なんかある復活パターンが普通。おーおーおーだと思ったわけよ。さあピラニアン期待度4つ。さあファイナル、あれ違った、あ、今 MB 引いた。これやばいんじゃないの。は？モロゲン君が外したところで私がビッグボーナススタートということで50ゲームビッグです。あ、彼の小さい時なんですね今のは。タイガーバスの原作で言うと、はい、タイガー、ああ、時間予告ミスター神風。さあ星はいくつなんだ神風は。あ、ゴリラよりも期待度低いんだ。あー、 V が出てきた。やりました。345ゲームでタイガーです。これは突入なのかな。これで突入、これで ART スタートとなるよね。あー終わってしまった。198枚。わー終わる終わる。継続バトルが多分発生、あ、これでバトルかな。さあ相手はブラックタイガー、あ、違う、タイガーザグレート。あ、ラオウだ、ラオウ。だからここで負けなければいいんだ、つまりだから30ゲームなんだ。ここで交渉はかな。当たった。あー、やっちゃった。いや、もうこれが出るところがなんか想像できない。あー、やっちゃった。いや、わからないですよ。剣があるかもしれない、剣が。だてーっつって、だてーっ、はい、あー、やっちゃった、はい、あー、やっちゃった、はい。
応リプレイが2連はしたんですけど、ハテナざわざわが続けばチャンスだと思うんですけどね。ああざわ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 って出た今。違う機種です。え？違う機種です。大丈夫なの？いいのかな？いやいや。ああ来ましたね。これはもういただいた流れじゃないですか。これで1対1になりましたもう。6ですよ。ルック負け1対1だ。葛藤から特訓行かずに試合行くことがあるんだ。あ、違う、はい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 。あ、これはチャンス目じゃない？あ、勝った！勝った！自力解除ゾーンデスマッチを生かしてやりましたよ。あ、今度逆押しだ。あ、まあ番長でもね、逆と順両方あるからな。はい、赤7揃って、ここでゲーム数は告知されないのかな。待っててされない、されないですね。おー、またすっごい、全然はまんないですね。いやいや、6なんで、これそうそう、6なら当然の強度ですよね。これぐらいになっちゃうんでね。今1対1ですよね。じゃあ次どっちになるか。そうそうそう。あれ、中断は初めてな気がするぞ。はい、でもほら、バーがね、ほんと出ますね、ちゃんと。うわー、伊藤さんがちょっといい感じだ、本当に。さあ、こちらバトル12ゲーム目。いや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 、勘弁してよ本当に。雲は流れてない。いや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 、これどうやったら出るんですかね。2代目はですね、こちら戦国街道機、ボーナスプラス ART で、出玉を増やしていく台となっているようです。あら、カットイン出た今。なんだこれ。ほらほら、なんか始まった。だからこれ打ち始めて6ゲーム目なんで、このチャンス目がどのぐらい熱いのかがまだ分かんないんですよね。おお、まだいったいった。おお、緑まで。これ当たったんじゃない。私も明るい、頑張る。発展アッキーラセスラごと着物どもよ。全部全く分かんない。これ誰、これ。ソガーズ。あ、当たった。11ゲームでボーナス確定。レギュラーボーナス、レギュラーボーナス中は何かあるのかな。これ当たったんじゃない。ほら、ベルが斜めに揃えば。あ、当たった当たった。あ、また当たった。あと1回でいいんだ。どうしよう。あ、これダメか。あと1回当たれ。お、シャンスだ。これで3回正解したんで、チャンスゾーンストック。チャンスゾーンってなんだ。よしよし、それで3回正解したんで、チャンスゾーン生還への道。じ
さあとりあえず紹介していきましょう。この回はハズレを含む全役で ART 抽選とのことです。さあバカ猪木、猪木これなんだ、あ、ベルね、あーダメだ、おー揃った、斜めに揃ったよ。今 V フラッシュしなかった、あ、当たった当たった当たった ART なんかあっという間になんかボンボン当たってんな。ここになんか溜まっていけばチャンスゾーンがストックされるのかな。これがなんで溜まってなんでなくなるのかが意味が分かんないな。あ、2ついった、あ、リプレイが静止するとなくなるんだ。ベルレンで溜まってベル、あーダメだ、リプレイなくなる、あーなるほどね。お、3人集まった、いきようやなんかもっとないのかな別なセリフ、お、なんだ、岐阜城、あれ、なんか言った、あ、さっきのチャンスゾーンだ、さっきのチャンスゾーン行きました。システムが全くわからない、もう想像もできない、もう何を考えて作られたかよくわかんない。さあ、正解の道、あ、これリプレイなんだ、これチャンスリプレイ、あ、もうこれダメなのかな、あれ、ゲチェナ、なんかしないけど当たりました全くもう意味がわからない、もう意味がわからなすぎて申し訳ない、わかった、じゃあちょっとその楽しさっていうよりは普通に消化してるだけじゃ多分気づかないところがあるんで、変則押しとかしてみましょうか。だからスイカもフォローできる中押しで赤7狙い、あ、なんかもう溜まった、あ、溜まってないんだ、なんか中押し赤7狙いでそうその出目のね妙と言いますか、そういうところをちょっとなんか発見してみましょう。だからこいつはシングルなんで2台2で2この場合から、お、カットイン、カットインということはチャンス役。さあここで赤7狙いで、これが何なのかですよ問題は。2台2でにもスイカをフォローしましょう。でこれね、スイカは分かんない、スイカチャンス目あんのかな、あ、しまった、で払い出しがないからこれはおそらくチャンス目ですよ。ラスト、あ、なんだ、なんもないんだ、あ、でもこれリプレイだ、あ、違う、リプレイじゃない、ただの外れ、バイバイ言われてた、終わっちゃった252枚最高666枚、12ゲームです。ファンファーレになりました、でででででで
で化けなの、それで化けなの。はい、ということで3代目、もうすでに3期目ですね、龍子の剣を打ちたいと思います。まあ、これは AT 機ですね、 AT のみで出玉を増やしていくタイプ。まあ、この龍子の剣はもともとゲームでね、有名でしたんで、まあ、そのゲームは僕も何回かこうプレイしたことがあるので、なんとなく分かりますこのキャラクターは。2ゲーム目に千と多難ですね。分かってますよ、皆さんが感じてることはもういいだろうと。もうこれ以上他に何見せることあんのってね、皆さん思ってると思うんですよ。僕も同じ気持ちです。何でしょう、今日マニアックな台で見せろなのでね、リバティベルで見せろっていう日じゃないですから、十分まあ見せられたかなと。あーおい、分かりますよ皆さんが気持ちは。で、勝負当たっちゃうんだもの、13ゲームだから。レギュラー、はい、17ゲームレギュラー。まあ、なんでしょうね、一言言えるのは、リバティベルは甘いってことです、はい、私にとっては、はい。あと、よくあるのが、初打ちだと、出るとかね、ありますよね。何も知らないで打つと引けちゃうみたいな。結構プレミアークとか初打ちで引いて帰ってから数値とかを調べてね、見てみると、なんで引けたのって思って、それ以来全く引けなくなるっていうね、よくありがちなパターンですけど。ラスト終わってしまいました。どうですか今？ん？今ですか？リバティベルは出玉的にはいい感じでしたよね。そうですね。で、それがある程度まとまった出玉を得て、今からどうするかってことですよね。はい。伊藤さん、後半でどうしましょうか？俺、とりあえず、もうなんか、わけわかんないのしんどいなと思って。はい。自分もわかんないし、見てる人もわかんないし、とりあえず出玉だけは出たからもういいかなと思って。あ、まあでもリバティベルは本当に出玉ついてきたからよかったですよね。そうですね。見てる人がね、どういう感じになるのか、ちょっと後半戦は楽しみ方を伝えるか、もしくはいろんな台を打って、でもそれの当たってる場面をダイジェストみたいな感じで。まあでも何機しか打てたら、これはって出てくるかもしれないしね。なんか僕もそれを期待してるんですよ、うん。はい、というわけで次回、僕らがどのような機種でどのように立ち回るのか注目していただければと思います。それでは来週またお会いしましょう。皆さんさよなら、良いお年を。外れてます、外れてますけれども、出ましたよ90ゲーム。あーお化け、動画で初公開。